エトラちゃんは見た。私はカリ、パートと育児に奮闘中の主婦だ。夫は貨物は仕事が忙しく、ほぼワンオペなんだけど、持ち前のガッツで楽しく暮らしている。ただいま。あー疲れた。お疲れ様。パパおかえり。ただいまユリ。何の問題もない明るい家庭、それがずっと続くと思っていた。あの一通の封筒が来るまでは。ただいま。お腹空いたね。おやつにしよっか。ん？なんだろうこの封筒、私宛てだ。あかね、あかね、そんな名前の知り合いいたっけ？全然記憶にないぞ。結婚式の招待状で新郎が知人ってパターンかな。まあ中身を見ればわかるか。そういえばさっきの封筒の中身でも見るか。うん、やっぱり知らない人なんだけど。それより何よこの内容。聖なるお茶会への招待状。新しい旅立ちの前に皆様と心清らかな時間を過ごしたいと思います。ぜひおいでください。あかね、チャペルエトラってウェディングで人気の可愛い教会よね。披露宴の招待状でもないし、一体何？いたずら？それとも新手の宗教勧誘？全く身に覚えのない謎の招待状を不審に思ったものの、私に名指しで来ているのが気になり、差出人に電話をしてみることにした。はい、もしもし。あの、私カリンと申します。そちらから招待状を受け取ったものですが。あ、赤松さんの奥様ですね。え、そうですけど。私、3ヶ月前まで赤松さんとお付き合いをさせていただいていた茜と申します。は？旦那様にはとってもお世話になりました。はあ、あなた何を言って。あ、もう私たちお別れしてますよ。それで私もうすぐ今の彼と婚約するんです。だからお茶会を開こうと思って。はぁ、およそ容量の得ない彼女の話をまとめるとこうだ。茜さんは約1年、私の夫赤松と不倫をしていたらしい。すでに関係は終わっているが、婚約を機にかつての関係者を集めて話したいことがあるそうだ。あなたのおっしゃっていることが真実かは分かりませんが、お話は分かりました。本当ですってば。つきましては奥様にもお越しいただきたいんです。ちょっとお時間をいただけますか。はい、でもきっと来てくださいね、私のお茶会。はあ、赤松が不倫？しかもあんなよくわからない女と。でも言動がおかしい女だったし、ただの妄言の可能性も。むしろ意味不明すぎて冷静に考えられない。そんな時脳裏にある友人の姿が浮かんだ。急にごめんだけど近いうちに会えない？どうしたの？何かあったの？実は変な女から連絡があって、私は彼女に連絡を取って久しぶりに会う約束をしたのだった。ただいま。あー疲れた。おかえり、ご飯温めるね。まあ今日も部長の無茶ぶりがひどくてさ、俺気分転換にゲームするわ。うん、お疲れ様。数日後。へえ、そんなことが。彼女は譲り派、高校時代からの友人だ。うちと同い年の子供がいるワーママだけど、2年前に離婚してシングルで頑張っている。ごめんね、仕事忙しいのに。平気よ、客先から直帰するって言ってあるから。それで？うん、これまでのことを思い返してみると、そういえばってことがいくつも出てきて。そうなのだ、確かに仕事がいくら忙しいと言っても連日深夜帰宅だし、出張も異常に多い。遅いな。いらっしゃいませ。その割にはお給料が少ないから私もパートを頑張っているんだけど。あとスマホのロックはすごく厳重。それは臭いわね。やっぱりロック突破して中身チェックとかしなかったの？そういうコソコソしたのは気が進まなくて。そういうところカリンらしいけど、真偽を確認するにはそうも言ってられないわよ。あのね、カリン、今からあなたに浮気調査のノウハウを仕込んでもいいんだけど、もうその女と切れてるなら難易度がちょっと高いし、それよりいっそこのお茶会に一緒に行ってみない？え？この文面だけ見ると目的はわからないけど、あなたの話だとかなり頭がお花畑みたいだし、ぜひいらしてってことなら逃げ出すことはないでしょ。私はあなたの姉ってことにして。でもその前に一つだけ確認。もしこの女の言う通り旦那さんが浮気してたとしたら、カリンはどうしたい？許せない。忙しい赤松を支えたくて、3人で幸せに暮らしたくて、ワオペでもずっと頑張ってきたのに。オーケー、決まりね。もし黒だったら証拠を押さえて追い詰める方向で動きましょう。
そして運命の日、私はゆずりはとお茶会に乗り込んだ。ありがとね、お母さんにゆりを扱ってもらっちゃって。いいのよ、あざみも久しぶりにゆりちゃんと遊べるって喜んでたわ。さて、敵はどんな姿かしら。ごっくり。こちらの方は？あ、姉です。っていうか、なんで私がカリンだってわかるんですか？だって、赤松さんのスマホよく覗き見してたから。さあさ、中にどうぞ。お姉さんも。どうやら本当に旦那さんと知り合いみたいね。うん。誰？あの、それで、これは一体、赤根、こちらの方々は？本日は私のお茶会にようこそ。実は私、来月こちらの黒木くんと婚約することになってて。どうも。それで大切な人の奥さんになるってことをよーく考えてみたら、私胸がチクッとして。え、やっぱり私の罪をそのままにして幸せになるのはいけないなって。あかね、何のことだい。実はね、黒木くん、私こちらのカリンさんの旦那様と道ならぬ恋をしてました。な、もう終わった恋とはいえ、アカネが黒木くんの奥さんになるって思ったら、人の旦那様と恋をするのがどれだけ罪深いのか分かって、だから今日私の罪を償って、清らかな体になってから黒木くんの元に嫁ぎたいなって。カリンさん、本当にいけないことをしてごめんなさい。許してください。ちょっと待ってください。そもそもあなた本当にうちの赤松と関係があったんですか。本当です。今日全ての罪を告白しようと思って、思い出の品も持ってきました。ほら、私たちその時は純愛で結ばれてたんですけど、ちゃんと周りのみんなに懺悔して許してもらわないと、綺麗な体になれないと思って、勇気を出してお茶会の招待状を送ったんです。はぁ、あんた正気なの？懺悔、許すって、私が？はい、ちゃんと謝ったんだから許してくれますよね。黒木くんも、私の勇気とあなたへの聖なる思い見てくれました。君は一体何を。お客様。黒木くん、聞きたいんだけど、なんでこれが懺悔になるのかしら。手を正直に話して謝れば許してもらえるでしょ。奥様にも包み隠さないで告白しようって、私頑張って用意したんです。だから許してくれますよね。そんなわけがあるか。甘えたこと言ってんじゃないわよ。だいたい赤松もどうしてこんな女と。寝とけで一緒のギルドだったんですよ。あんな疲れてるだろうからってゲームしてても多めに見てたのに。ふふん、アカネからの呼び出しなんて久しぶりだな。彼氏と別れたってことか。ワンちゃん今夜。ふふふ、やあアカネ、久しぶり。なんだったわけだ。何、赤松、あなた今日も仕事が忙しいんじゃなかったの。私が招待したんです。全ての罪を懺悔して赤松さんとも清らかな関係に。何言って、え、アカネの仕業か。お前アホか、なんでこんなこと。だって綺麗な体に戻りたくて。こんなバカ女。バカはあなたもや、赤松、信じられない、こんな裏切り。離婚よ離婚。こんなに証拠も出してくれて、慰謝料が楽しみね、カリン。さ、行きましょう。ええ、あなたたちにも本当の意味で償ってもらうわよ。そんな、カリン。ゆずりは、今日止めてくれない？もちろんよ、あざみも喜ぶわ。今夜は飲みましょう。ありがとう。もしかしてゆずりはが離婚した時も大変だった？まあね、ちょっとした修羅場だったわ。でもおかげでこういうことで力になれるし、いい弁護士紹介するわよ。後日、赤松を問い詰めたところ、結局他にも女がいることが判明。ゆずりはの紹介してくれた弁護士とタッグを組んで、慰謝料養育費は満足のいく額に決着した。あの女、
茜も婚約前に破局したそうだ。正直に謝ったのに、なんで？彼女の考える懺悔や清らかな体がどういう理屈なのか私には理解できなかったし、するつもりもない。あの会場を指定したのは将来そこで披露宴をしたいという黒木さんのためだったそうだが、災難でしたね。やっぱりその理屈は理解不能だ。こうして身勝手な人たちに振り回された日々も落ち着き、つい先日からゆずりはと同じ職場で働き始めたところだ。ここ新ママにも優しい職場だし、カリンのガッツなら大丈夫よ。そうね、ユリのためにも頑張らなくちゃ。そうそう、母は強しってね。ユリのため、そして自分のためにもこれからも明るく前に進もうと思う。ご視聴いただきありがとうございました。過去に行ったことを吐き出して綺麗な体になるだとか、自分だけがスッキリするだけの自己満足にしかないですよね。それを聞いた側は何を思うかとか考えられないのでしょうか。現婚約者だっていきなりそんなことを聞かされて不快に思わないわけないですからね。ま、自分から不倫した事実の証拠を提示したり、そして現在進行形で浮気していたことも判明したりと、そういう意味では結果的に良かったのかもしれません。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもスカッとした方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。